スポーンポーン。まあそのここ10年15年は言い過ぎですけど、10年以上芝居に関わってない誕生日は初めてですね。初めてか久しぶりで。ああ、なるほどね、うん、10月ってやっぱシーズンじゃないですか。そうだね、かぶるよ、かぶるね、うん、そうですね、だからそれがねなんか新鮮でしたね、はいはい、もう何をしていいか分かんないですよ、ね、あの僕はこの間言ったんですけど、誕生日、あ、自分の誕生日忘れてましたっていう人は絶対嘘だと思ってるんですけど、前も言ってたな、あ、そういえば今日僕の誕生日でしたみたいなことを言う人はちょっとお前絶対嘘やろっていう、俺は思ってるんですよ。だから俺は誕生日、はい、稽古場とかに誕生日近いとかで稽古場に行った時は、うん、絶対なんかあると俺は思っていく人なんで、あ、そうね、俺は絶対思ってや行く人なんで、僕はそれで Twitter で絶対なんかあると思うんで、うん、見事に騙されてみますっていうツイッターをしたあのね、それすらなかったんで今年、うん、何にもなかったので、ね、はい、もうシャトレーゼでケーキ買いました。自分にシャトレーゼで、はい、あのチーズケーキと普段絶対食べない、まあ、食べないわけじゃないです、チョコレートケーキみたいな重めのやつ買って、もう半分ぐらい残しましたね。重たかったね。結果重たかったね。年だわーと思って。そうだね。食えなくなるね。もう、うん、あのね、体の方はまだ意外と動くんですよ。はあ、体はまだね。自転車やってるっていうのもあるし、うん、自粛中も走ってたりしてたんで、うんうん、体の方はまだ意外と動くんですけど、やっぱ体の中はちょっとあれですね。それはね。それはそうだよ。ね、だもうお酒気をつけてくださいね、本当に。皆さん。そうだね。飲みすぎない方ですから。これ、ちなみに聞こえてますでしょうか。多分、いろいろ設定を直したので、多分聞こえてると思うんですけども。そうそうそう。そんなね。うん、もうそうよ。あの、ベロベロになるまで飲まへんやろ、マウスピース。ああ、まあ、うん。まあ。たまに1年にね何回かベロベロって時もあるでしょうが、まあね、あの、うん、あの人に、うん、あのもう大迷惑をかけるほど潰れるみたいなことはないです。ないよね。だからないです。もう自分が全然帰れないとか、うん、電車に降りたい駅に降りれないとかそういうことはあるけど、今はないってことですね、まあ、うん、もうほとんどなくなってきたかな、うんうん、今はないですね。やばいなと思ったら自分でちょっと控えることができるようになってきた。あ、やばいやばい、ちょっと酔い始め、来てるなと思ったら、ちょっと一回水挟もうかなみたいな。はいはいはい、はい、うん。できるようになってきましたね。はい。そうそう、俺、ヒロシさんとだから、それこそ出会ったのが8年前なんで。うんうん。その時の、ね、うん、はい、その時、あの、紅の飯店で、焼肉屋、うんうん、鍋屋、焼肉屋か、あそこの、阿波座の地下の。うんうん、タソン？え？ちゃう？タソン？タソンかな？地下。あ、地下。地下っていうか、あの、階段ちょっと降りていくぐらいの、焼肉屋でしたっけ、うんうん、焼肉屋なんかあったっけな？鍋やったかな？サチのことかな？まあなんか、え、向かいのビルの地下のとこ？ほぼ向かいの、あの当時の稽古場の、うん、今、うん、なんかライフかなんか、キングエムかなんかがある向かいぐらいに。うん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 、あったと思うんですけど、高速の下、高架下で、あそこで打ち上げやって、ヒロシさんベロベロになってたの覚えてます？あ、本当？これだから、ヒロシさんが今そんなことを言ってるのを、何を言ってんねや、この人はっていう感じで聞いてるのは僕です。まあだから、もうだいぶ、8年前、今はってことですよ。まだ32歳とか、2歳、うん。ね、まあ尖ってた頃ですよ、まだまだみんな。その堀江祐樹って覚えてます？もちろんもちろん、うちの出てくれたことあるな。あれはもう学生の頃もう本当にひどかって、まあそれで僕当時お酒飲めなかったから、うん、面倒を見るのは僕なんですよ、ああ、うんうん、だからもうあいつが蹴っ飛ばしたナンバの何が入ってるかわからんようなゴミ箱のゴミを全部俺が戻したりとか、あいつが戻したゲロリアンを俺が持ってた自分のタオルで拭くとか、うわ、もうそんな、だから俺はお酒を飲む人たちはね、
大人になったね。皆さん大人になりましたね。はい、という話でした。うん、そうだね。だ38歳になって、今日は、あれ、今日は本体のね、誕生日ですから。ね、本体、本体ちゃう。監督です。監督なんですね。監督の方がね、お誕生日。ああ、うん。勝山君が僕と同じ。勝山さん誕生日ですからね。うん。りましたね。で、米山君も今月誕生日なんですよね。確かね。そうだったっけ。そう、なんか、うん、そう遠くない。そう遠くない。そう遠くない未来誕生日。そうそう、ね、多いね。じゃあ誕生月誕生日の演劇人、そう、ね、あれですよ、クリスマスベイビーですよ。何がクリスマスベイビーですよ。12月生まれは、あ、じゃあクリスマスに盛り上がっちゃって10月生まれ、両親が、ああ、そういうことね、はい、そういうこと、ね、両親がクリスマスに盛り上がっちゃっ て、はいはいはい、クリスマスとか、まあ、だからそうね、着床した寒くクリスマスか、まあ、年末ぐらいに、年末年始、うん、寒くて、そうそう、寒くてちょっと体を温め合ってる間にとか、そうそう、寒いなとかっていうのがありますよね。なるほど。だからね、10月10日生まれの人はなんかすごい、本当に、いや、そんなことはありえへんねんけども、まあ普通なんかとつき、とつき10日っていう、ね、はい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 、ね、お正月、お正月ベイビーみたいな、うん、そんなことはないベイビーですね。眼帯なるほど。眼帯ですね。なるほど、なるほど。うん、そういうのね、うん、なるほどね、うん。僕の話題提供終わりです。あ、終了ですか。僕ね、これ、また長くなる話をね、一個あるんですけど。タメちゃんと結論出たやつですか？え？あ、はい。タメちゃんと二人で喋ってた時に、アルバート前に盛り上がった主役は、こう出力がメインなのか、うん、それとも受信がメインなのかっていう話を、うん、こう、ひろし君も交えて改めて話がしたいなと思ってたんだけど、なるほどなるほど、その芝居の主役というのがどっちが、そうそうそう、なるほど、大丈夫か、タメさんの大ちゃんが来る前に喧嘩になってしまって大丈夫か、喧嘩になる、そうそうそう、喧嘩になることないだろうけど、終わんなくなるよね、え、うん、終わんなくなる、終わんなくなっちゃうよね、タメサ君、まあ別にだからタメサ君来てタメサ君も含めて話してもいいと思う、うん、それ大ちゃんに関してはだって作演の立場から物言う人だからね、多分そ今ね、俺らとはちょっと違う立場の、うん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 、え、もう速攻放り込む、もうすぐ放り込む、すぐ放り込むってどういうこと、すぐ行くその話題早くねとは思いますよ、じゃあ置いとこうよいやいいよ、他に何か言ってもいいですけどお茶を濁す言ってもあとは僕、タミヤさんとあのモンストのガチャがしたいっていうのは今日はあるけど、あ、それはね、やってほしい俺、モンストとか全くやらないですけど、俺それを見るのが好き、誰かがやってる実況みたいなやつ、あのレア度が高いやつ出る瞬間とかが好き、はいはいはい、ああ、分かる、それは分かる、分かる、それは分かる、僕らね、僕、え、ヒロさんやってます、やってない、やってない、昨日の12時から進撃の巨人コラボが始まったから、うん、あ、そうかそうか、そういうことだよね、それいろんな、うん、それでガチャをしたらそれが出たりするんですよね、主人公出たみたいな、あ、あ、ちょっと楽しくね、進撃の巨人もどこまで読んだかな、もういやもう全然読んでない、前半で途中で止まってますね、もう今何巻ぐらいまでいってるの、え、今何巻なの、20、もう26、7、8巻ぐらい、もうすぐ終わる、そんな言ってるんですよ、あ、進撃の巨人芸人とかやっててちょっと見たけど、あと、中田あっちゃんの YouTube 大学でもやってて、見たら、あ、大変なことになってるんです。なんかあれやろ、あれ、すごいっすね。ウォールマリアの外にいっぱい国があったっていう。うん、あ、実は、ね。そうそうそう、あの、うん、海を渡ってね。で、その辺から実はベルトルトとかが来てるっていう。うん、まあまあ、ネタバレになっちゃうけど。俺も売る覚えなんで、あれ、すごいっすね。なんか、本当は習慣でやりたかったんでしょ、ほう、週刊でやりたかったなんだけど、あの絵がちょっとあれやし、受け入れ週刊の子供たちには受け入れられないし、話もちょっと重いから、もうとりあえず適当に月刊ぐらいでやっとけってなったら、もともとダメ、こんなのダメだって突き返されたらしいよね、うん、そうそうそう、あれ、ね、月間がですかね、俺よく分かってない、俺もよく分かってない、うん、まあでも月なんかそのなんかそんなやった気がするんですけど、ね、あれデビュー作やもんね、そうね、めっちゃ若いですよ、24ぐらい確か、なんかあの、そうそう、なんか本屋の試し読みみたいなんで、はい
なんか第1話かなんかだけみたいなのが冊子であって、はいはいはい、何やろうと思ってそんなの出始めの頃ね、うんうんうん、見て、まあ、えぐいけどおもろって普通に思ってもって、うんうん、これは流行りそうだなと思ったらもうあっちゅう間に爆発的な人気になったね。別冊少年マガジンだって。あ、別冊別漫画か、うんうん、今32巻ですね。別漫画32までいってる、うん、俺多分27、8ぐらいで終わってます、ね、じゃあまあまあそこそこ、うん、ある程度の謎は解けたところで、うん、広瀬さんが今気持ち悪いって言ったじゃないですか。俺その感覚で小学校の時ジョジョ受け付けなかったんですよ。ああ、わかります？はいはいはい。まあ、ね、ドラゴンボールとかあの辺が並んでる中、そうそうそう、ザ少年漫画っていう感じじゃないじゃないですか、うん、ジョジョ佐々木さんの絵って。だから俺それがちょっと受け入れなくてジョジョを読んでこなかったです。まあ結局大人になって5部まで読んだんですけど、うんうん、あ読んない？5部？ 6 部？ブチャラティって6部ですか？ブチャラティそこまでいたら分からんわ。なんかその辺まで読んでる。ジョリーンやってから読んでない。ジョリーンが6部。タメフサさんジョリーンは聞きたいですって来てます。うん。そうね、タメフサさんのイケボ聞きたい。それは大ちゃん。大ちゃんがやるかな。やるな。大ちゃんファンサービス素晴らしいからやるな。うん、これのイケボ。ファンサービスのことファンサっていうの知ってました？知ってる知ってる。なんか言ってその言葉は知ってる。ファンサてと思って。そこまでなんで一日そこまでリラックスする？だ今日俺があのことを YIA って入れたでしょ。うんうん、ああはいはい、はい、あれファンサから来てるんですよ。あれファンサっていう。はいはい、ファンサって何？ファンサービス？はあみたいな。ファンサって言葉だけで聞いたらファンの差みたいな熱がある人ない人みたいなことで俺受け取ったから、はいはいはい、ファンサってそんなそこまで略さなくてもいいじゃん日本人ってちょっと思ったりしてます。そうですか。今日はだからあれですよ、コラボじゃあイケボのお題先週の残ってますからギュッとしていいっていうのと、ああまた会おうね、きっといつかまたっていうのがね、一応先週また会おうね、ありますけれども、またね。また会おうね、きっといつかまた。はい。それやらなかったっけ？やってないか。やってない。やってないか。先週あ、ごめんなさい、ちょっと、ごめんなさい、ちょっと大ちゃんの来る前にはっきり しときたいんですけど、何を？大ちゃんは、靴下に出てったの？出てたと思う。全公演でした。ゲスト扱いじゃなくて。ゲスト扱いでオファーしたけど、結局、全公演、まあ、ワンコーナーっていう、ずっと作品のずっと出てるわけじゃなくて、ワンコーナー持って出てきて、はけるみたいな。てるちゃんもそう。そう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 。タメサ君は、まあ、てるちゃんもずっと出てたね。そうそう、縦シーンをずっとやって、ね、ワンコーナーっていう。で、だから、僕が。てるこさんも歌って吐けるみたいな、うんうん、お芝居を回すわけではないみたいな。ひろさん見に行ったんですか？見に行かねえ、うんうん、本番で、うん、本番かぶっとる。和歌山におりました。さすが自粛明けから4、5本出てきた。違うわ。もうちょっとした嫌味やね。嫌味っすよ。嫌味出れてない。すよ。唯一まだ自粛明け期待してない人。まあまあ今月末、来月後もちょっと頑張りますけど、うん、まあね、だから、まあ、はい、メフサ君に言ってほしい、お題、イケボお題もね募集中しておりますんで、よろしければね、うん、コメントください。よろしくお願いします。はい、うん、お願いします。何の話だったっけ？お話題が消えてるやんか。何の話だったっけ？進撃の巨人から、進撃の巨人から、ジョジョの絵はね、俺はね好きだったんだよ、子供の時から。意外とガキの頃に見てってことですか？うん、おや、マジか。俺だ、絵を描くのが好きやったから。あなるほど。そうそう、そういうのでかすげえと思って、なんだこのすげえ絵だなっていうふうに思ったね。あかんな、うん、これちょっとレディーさんはジョジョダメだった。僕もジョジョそんなにやったな。でも結構変わってきたよ、うん。だんだんね、そうそう、一部二部が結構なんか北斗の拳みたいな、うん、
一部は見れるの、逆に。一部は全然もさ割とさっぱりとしたいよね。だんだんだから、うん、第3部ぐらいからなんかそうそう、今の荒木さんのテイストがどん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 濃くなっていって、ジョジョの気をつけね。気をつけ。なんかこうなんかこんな。え、俺この話前したこと。ジャンプ放送局の話。知らん。したかな。ジャンプ放送局のあの読者が投稿するとこあるでしょ。うんうん、で読者の映画あって、うんうんうん、普通の人の気をつけはこう。消えた。消えかけてる。消えかけてる。消えかけてる。はいはいはい。今大丈夫。こう。あ、消えた。消えた。むずいわ。まあまあ、それでジョジョの気をつけはこう、なんかこっちもずれてるからな、なんかな、うん、そう、投稿されてて、はい、俺、それでジョジョを見ようと思ったんですよね。でも、だいぶ後の話みたいな。こうなるやつね。ここって書かれてて。波紋とか面白かったけどな。面白かったね。だそう、俺、家に親父が読んでたかな、一部かな。単行本がまず家にあったのよ。あったって大きいな。だからまあ、ね、そっから普通に読んでいって、でも俺やっぱりなんかかっこいいなって言えば思ったら、普通にスタンドが出てきた時がやっぱかっこいいなって普通に、うん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 、ああ、うんうん、岸辺露伴が雲かけ食った時衝撃的やったよな。え？ジャンプで俺もそんなにずっとジャンプ買ってる人じゃないねんけど、うん、なんか一時期買ってた時期があって、その時に読んでたら岸辺露伴がこう雲をこうペロペロペロってしてかぶって食べて、うん、こんな味かっつって、これは参考になるっつっていうシーンがある四部のね。岸辺露伴ね、やばい。あ、僕はあれですけどね、根掘り葉掘りですけどね。え、それとにどこのシーン、なんか誰かもわかんないですけど、根掘り葉掘りって言葉何なんだよ。根掘りの根、まあ根は掘るっていうのはわかるけど、歯って何なんだよ。歯は掘れねえだろ、薄くてよ。ムカつくぜ、クソっていう。そんなシーンがあるじゃん。わ、全然わからへん。4部か5部かわかんないですけど、これ僕がいた劇団の、あの、松田拓三っていうジョジョマニアっていうのが、うん、に、俺その話したらもう爆笑してて、うん。最近よく使われてるんですよね、なんか、ツイッターとかで。うん、この根掘り葉掘りの部分をなんか変えて、ああそのみたいなのは使われてるんですよ。はい。だから、ああみんな共感してくれる人いるんだなとかちょっと思いました。爆笑やったけどな。大爆笑やったけどな。ああ、俺はあの3部のエジプト編でなんかこう人面なんていうの、人面相っていうのはね、なんかそれがこうハエが飛んできて。うん、その自分層がハエをパクって食うんだけど、はいはい、食った後になんか鳴き声かなんかがチュミーンっていう鳴き声。チュミーンね。それが衝撃的だ。チュミーンって何か。チュミーンって。チュミーン、うん。それ衝撃的だったね。すごい擬音が。やっぱいろいろあるもんね。そう、あ、そう、でもそう漫画の擬音って結構大事っすよね。大事、ね、大事。っていう話。あの、牛尾と虎ってわかります？牛尾と虎は。あ、わかるけど、見たことある。藤田先生の、うんうん。あの、まあ、あの、牛尾と虎、ここもちょっと議論になるところなんですけど、はい、牛尾と虎なのか、牛尾と虎なのか、ちょっとそこをちょっと議論しますか。え、あの、そんなに見てない俺らで議論するまで。ですよね。あの、俺、あの、虎っていうのは、その、虎ではないの。タイガーの虎みたいなやつなんで。妖怪や。あの、あれやろ、もう一人、牛尾ともう一人いるのが虎なんやな。虎、はい、うん、ですね。虎。虎か。あ、もう答え出しちゃった。まあまあ、じゃあ名前ないな。作中では虎なんですよ。うん。作中、ま、あの漫画に乗っけ、あのアニメに乗っけると虎なんですよ。ああ、そう、うん。前やって、そこそこ。でも、2年前ぐらいやったやつね。はい。読むと牛尾と虎なんですよ。虎なんだから。虎に似てるから。うん。まあ、長飛び丸って言うんですけど、うん、まあ、あ、そうだ、そうなんです、そう、まあ、はい、本名、本名、いや、本名めっちゃあるんですけど、いや、もうちょっとこれがね、なんで呼んでる人じゃないと分かんない。なんで虎って呼ばれるようになった？それは虎みたいやから、虎な。虎みたいやから、うん、じゃあ虎じゃないや、でも虎なんや。そうなんです、虎なんですよ、アニメにすると。分かんなくてな。しゃまあ、じゃなくて。社学者様ですねって。社学者様ですねって来てますよ。
カエデさんいける口かな。シャカシャカ出てくるとはな。はい、これだけで分かったな。人はもう、もう全然わかんない。こっちの方やったと思うんですけど。うん。何それ？トグロ兄？違う、トグロ兄。いや、なんか武器になる。体が武器になるから。うん、そうね。体武器でキキ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 キ。でまあいいや、ちょっと悠々白書の話、何の話してない今、為房君まだかなと思いながら、何の意味もない話をしている。何の意味もない話ですね。漫画読んでないけ、うん、ですけど、舞台版見てます。あれか。ホームさん。シアター。ああ、ホームさん。はいはいはい。すごいよね、あれもね。一回見てみたかったな。藤田和弘公認っていうのが羨ましいよ。ね、稲森さん、だって漫画出てんのやろ、キャラクターとして。えっ、すごい。そう、なんか一番最後の回かな、なんかに稲森さんのキャラクターを書いてもらって出てるって言って聞いたで。ちょっと待って、俺、最後、一番最後の回、なんか稲森さんってバンダナの方ですよね。バンダナ、稲森さんバンダナしてる、わからへん。あ、違う、帰ってきたヒーローみたいな番外編で稲もちゃんで出てます。帰ってきたヒーロー、そうそうそう、すごい番外編。そうね、それは、うん、あのあれか、赤子が連れ去られた話のところ。じゃあ、あのカニのところ、カニのお化け、こんな話喋ってどうすんねんって話。それが最終回終わりました。お母ちゃんの味噌汁飲んで学校に行って、うん、行くぞオートラ、うるせえんだよ牛を、って言って終わるんですけど、うんうんうん、そこが名作、そこがまあ本当に名シーンなんですよ。まあいいや、カンパックヒーローズかなんかだったと思います。ちょっとその話また今度しましょう。ちょっといやごめん、俺ら全然ついてないな。もうただカエルさんとタメちゃんが喋ってる時間になってるからね。そう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 、それはちょっとまずい。うん、そうそう、安定も挟まなあかんでしょ、だってあと10分だね。だから、うん、まあまあまあね、新しくしてから大ちゃん呼ぶ感じですかね、の方がいいんじゃない。うんうん、あと10分何喋る、来てすぐ安定だよみたいなもんね、タメさん、ええってなるからね。そうだね、うん、あと10分何喋る、何か喋ることあるやろ。じゃあ10分何喋ることあるかい。水曜どうでしょうの新作が、今日見ましたよ、最終回、前作の。え、家の？家の最終回。家の方ね、うん。面白かったでしょ？よかったね。よかったよ、本当に。たまらないよ、あれ。たまらんわ。バカじゃないかって思うもん。本当に。マジでそんなことあんねや。すごいんだよ。うん。あのね、持ってるんだよね、あの人たち。ね、持ってる、ね。ごめんなさい、ひろしさん。あ、持ってる。すごかった、あれ。あ、いやほんまにそんなこと、ちょっと怒んねや。うん、ヒロさん、ちょっとどうでしょう、見ましょう。どう今から見れるもんなの、ネットフリックスに入ったら見れたよ、ね、全部見れるよ。お、第1作目が96年なんですよ。そうやろ、24年前って、24年前、今でも大爆笑して見れますよ、多分。へ、うん、全部の作品じゃないけど、どうでしょう、クラシックスかなとかはネットフリックス入ってるからね。あのクラシックスの巣はいらないですね。はい、ああ、すいません。ごめんなさい。クラシック。いいんです、ね。いいんです、いいんです。はい、ヒロさん見てないんですか、ヒロさん見てないんですかって。見てないですよ。またそのとこ、何してたんでしょうね、俺ね。また明日、ウィリーしてた。ウィリーまた明日。ウィリーしたあたりは、あれは西日本ですね。そうですね。ウィリーは西日本ですね。え、だから毎週の最後じゃないの。3、2、1、ゴー！ブワーカン。ブホホホホホホホ。ちょっと待って、ミスター、ゴホホホ。ダメですね。多分全部覚えてるから。あの、ヒロさん、マジでね、マジめっちゃ面白いですよ。いや、面白いんやろなと思う。はい、うん、はい。そうそう。でも、俺には接点がなかったんだよね。だから僕もたまたまやったな、大学時代の深夜で。たまたまつけた3チャンネルでやってたから、あ、それで見始めました。そんな感じよね、うんうんうん、
コンティニューコイン。本当3チャンネルですよ。コンティニューコインは欲しいです。あと5枚は欲しいです。5枚あったら大ちゃんを呼べます。そうです。もうでも今コン、ね、1回目のコンティニューはしたので、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、一発。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや。おい、言ってみるもんだもの。本当に。売れるんだもの。言ってみるもんだもの。ひろしくんでも嬉しい。言ってみるもんだよ。似てるよな、普通に。誰？顔がですか？うん、似てない。嬉野さんっぽい方向性として。なんやねそれ。やめてくれ。え、ちょっと顔隠してるんですけど。いや、ちょっと。そんなことない。あ、うん、分からんでも髪の毛隠したら。ああ。髪の毛隠したら。嬉しいより細いっていう。うん。うれしいよりは細いかな。なるほど、ね、鹿でしたって言ってください。え？ちょっと高めの声で鹿でしたって。鹿でした。鹿でした。動物の動物の鹿。カメラ隠して、うん、カメラ隠して言ってください。あ、鹿でした。ちょっと気持ち作るため、あ、ちょっとヒロさん。うん。ヒロさん、気持ち作るために。トラだトラだとめちゃくちゃ騒いでるんですよ。そう今でトラが来たら食われるかもしれない。夜中のジャングルで、はい、夜中のジャングル、野生のトラが4人しかいない、武器も何もない、野生のトラが来てる来てる、やべやべって小1時間やって、寝れねえ、後にバッてカメラ見てしっかりよく見たら、アシカだって分かった瞬間のシカでしたっていう、ちょっとカメラ隠して自分でトラだって言い出したんだったっけ。トラって言い出したのはそうですね、ミスターと嬉しい。あ、ミスターと。だから自分でしか、しとらだって言い出して、しかだった。それってその、ごめん、その皆さんの関係性はどれぐらいの関係性なの？めっちゃ仲いいっす。めっちゃ仲いいっす。めっちゃ仲いいっす。スタッフと演者っすけど、めっちゃ仲いいっす。めちゃくちゃ仲いいっす。暴言を言い合っても仲良しなくらい。ああ、仲良しな。はい。そんな感じね。はい。しかでしたね。はい。はい、高めの声ね。高めの声。高めの声ね。鹿でした。あえ、どんな、違う、いや抜けてる、抜けた感じがいい。これ今のはヒロさんなんで、はい、僕ら、うん、でもいい、もうだからうその嬉野さんっていうのが入っちゃってるんで、でもいい、あの今のヒロさんがね、ちゃうな、ちゃうやろ、そりゃそりゃちゃうやろ、似てもないよ。そりゃちゃうよ。これで、あの鹿でした、鹿でしたって言われたらちょっと困ります。鹿でした。うん、なんかそんな感じ。鹿でした。今僕は見ましたって言われても困りますよ。絶対見てるやんけってなるから。俺バリケード作るから、バリケード作るからってなるから。ごめんなさい。鹿でしたか。ミーティング残りあと4分。パイクはね、そうそう、すごい、そう、それあの LINE で送られてくるじゃないですか、うん、あの僕とかヒロシさんとかに、うん、あれなんかワンタッチでいけるようになりましたね、うん、そうそうよ、あれでね、え、あれでサファリにつないだらいける感じかな、あ、僕サファリにつながずに受けた、ポチッと押したらもう一気に飛ぶようになったんですよ、ズーム撮った今日から、はい、へえ、だからちょっとびっくりしちゃって、アップロードして、だから俺今日ちょっと、今日復帰遅くなるかもしれないです、パイクはねえか、パイクはねえか、おい、僕は一言一句いけますよ、でもやめましょう、時間ないんで。時間ないんで、4あと3分パイで、パイの下りで終わらすって、こっから入るから。いろいろね、藤村くーん、おーい、随分とそれはなんかすごい雰囲気が分かるな、うん、気持ちいいこと言ってくれるじゃないか君は。いや、でもまあやめましょう。長くなりました。亀勝弘の水曜どうでしょう劇場が。それなんか多分止まんないですよ。あれじゃないの？それなんか文字芸としてなんかちょっとしたそうやったやん、あのやつでやったらいいんじゃないの？僕ね、でもどっちかっていうと大泉さんじゃないんですよ、声が。俺どっちかっていうと藤村さん。ためどうでしょう、ね。いやもうそれはためどうでしょう、ね。ためでどうでしょう。だからためどうでしょう。クスクスズラボの時にね、そのサブリナちゃんがそのミュージカルの細かくてよく伝わらないミュージカルのシーンのを結構めっちゃ持ってるし、なんかタッシュ君と2人で芸人さんのネタ結構その忠実に
やったりしてて、あ、うん、こういうのってあの身を助けてくれるんやなっていう。そうだね、持ってるとね。そう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 、だからそれでちょっとでも細かすぎてて需要が俺細かすぎての芸は結構持ってますよ。え、そう、野球選手のものまでやったら結構、あ、そうか、そうか結構持ってます。それでもなんか、なんかの時使えるね。あのね、いやちょっとあんまり言えないんですけど、うん、いやあんまり言え、あのちょっとオフレコしますよ。またこちょっとその件に関してオフレコします。そうね、ちょっとあのこれはお前に発信したら、何に引っかかるん、中に引っかかるの、はちょっと発信したらあかんことやと思う。 あ、 う、ね、あかんことや、あかんねや、はい、へー、なので難しい、はい、いや別に言っていいのかな、別に言っていいのか、まあ一回切りますか、一回切ろうか麦茶、麦茶入れてきます、麦茶入れておいて、はい、はい、じゃあ一回切ります、はい、満点でーす。はい、こんばんは。こんばんはってね、さっきからあれですけど。はい、というわけで、あ、ひろしくんが来ました。もうね、帰りが皆さん早いですから。そうか、どうでしょう。見てなかったんやね。見てなかったね。僕もでもね、なんかね、なんで見たんやろな。あ、当時、ずっと仲良かった兄貴分みたいな人が好きやって、うん、で見せてもらってた。ほうほうほう、うん、なるほどね。家行ったら DVD 全部あったりしてたから。ああ、そうそうそう、はい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 、うんうんうん、なるほどね、うん、またゆるさがいいんですよね、作品の。ゆるさない、ゆるい、ゆるい、ゆるい、あ、ゆるい、あ、ゆるい、ね、そうそうそう、うん、ゆるいずっとだってカブ乗ってる後ろ姿だけで、あとテロップで何とかするっていう絵がずっと続くとかさ、もともと低予算が売りの、売りというか低予算で北海道テレビの深夜のバラエティ番組でって始まってるんですよ。それからって考えたらすごいよね。お、大輔くんが来られましたよ。来た。ででん。お、タメちゃんおらへんけど。タメチャンス来た。お、タメが並んだ。タメが並んだ。しかも似たようなバーチャル背景。お、タメが。バーチャル背景？はい。ああ、お疲れした。あ、まあ、お疲れ様です。タメさん来た。あ、大ちゃん。おい。おお、タメさんや。あ、ひろしさん。お久しぶりやな。大ちゃん。お久しぶりでございます。いやいや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません。お疲れ様でした。メガネかける4できない。そう、そう、メガネやね。メガネやな。メガネ4や。ほんまや。ほんまっすね。メガネしかいないじゃないですか。そうです。うわ、大ちゃんや。久しぶりやな。久しぶりっすね。バーチャル背景使わず。それはどこにいるんですか、今。すごいっすね。これですか、私ですか。浮かんでる感じ。あー、俺今東京の空の下にいますよ。絶対うぜ、絶対うぜ。東京の空の下は間違ってないですけどね。これ家から、家から撮った写真やから。あ、そうね、そんな空、うん、そうそうそう、あの、なんかうまいことを取れた東京に犯さ、ね、犯され始めている。そうです、ね、東映魂より東京に心を打った男、そうそうそう、完全にうるせえなって なってるはい、タメさんの大ちゃんが来ましたよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。これは、あ、お願いします。劇団 Z のタメさん大輔ですっていう感じなんですよね、多分ね。はい。あ、もうそんな、どうなんでしょうね。かしこまる感じじゃないです。でもまあまあ、でも、そんなかしこまる感じじゃないです。ゆるい感じです。ゆるい。あ、なるほど、なるほど。めちゃくちゃゆるいです。タメさん君、今、コメントって見れてる感じ、もう画面1個で終わってる感じ。今ね、画面、これ、俺のツイキャスなんですよね。そうだから、はい、そうそう、もしデバイスがもう一個あれば、俺のツイキャスを見たらコメントが見れます。なるほど、タメサ君にコメントが、クスラボお疲れ様でした、赤もお疲れ様でしたって。わーわー、ありがとうございます。ごめんなさい、これそうですよね、あの立花さん経由じゃないとコメントが見れないのかなって、今繋いだ瞬間思いました。そうそう、ツイキャス、みんなツイキャス見てる、俺もひろしさんも、うん、あ、これはあれだな、多分僕はツイキャス
を、落とすところから始めないと、ね、このゴジキャスビュアがそうなんや。ツイキャス弱者ですね、私。ツイキャス弱者なんや。ビュア、ビュアないと見れないことないよね。ビュアなくても見れる、見れない、見れないのかな。コメント見れるのかな、どうなんやろう。あー、なるほど、そうか、そういうのがあるのか。コメント打たれへんとは聞いてん、そのビュアがなかったら。あはははは、なるほど。あ、なんかね、見たいツイキャスあるたんびに落として消して落として消してっていう、なんかね、よくわかんない。なんで消すの。わかんないです、なんで、わかんないですよ。なんで消すの、なんで消すんやろ。うん、なるほど。え、大ちゃん、それ家、まあ、家だわな。家です、家です。はい、家だわな。なんか、え、これ言っていいのかな、大ちゃんって一人暮らしだったっけ、実家やったっけ。はい、一人暮らしです。一人暮らし、なんか、はい、えらいいいとこに住んでそうな気がするのは俺だけですか。大体こういう壁じゃないですか、家って。違う違う違う、違いますよ、違いますよ、違う違う違う。それだって収納でしょ、後ろ。はい、そうです。こんだけでかい収納があるってことですよ。ちょっとね、あのね、これね、収納っていうか、まあまあ、あのね、この後ろにね、あれなんですよ。あの、僕が今やってる謎解きの部屋があるんですよ。なるほど、潰れてんねや、一、はい、個。ある意味収納なんですけど。なるほど、なるほど。はい、なるほど、なるほど。なんか、あの、イベントでやってはるやつね。そうです、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 そうです。あ、それでか。猛暑の部屋、そうなの。猛暑の部屋が、半分ぐらい残ってます。バラシを全然せずに。そういうやつをやってたんや、猛暑の部屋。そうです、そうです、そうです、そうです。ああ、コメントですね、そうそうそう、なるほど。コメントに。さ、早く、早く、早くつなげ。落としてください。なるほどね。Z のツイキャスじゃなくて YouTube？ YouTube 配信？そうですね、YouTube 配信です。そうそうそう。はい、あ、そうなんや。ステラちゃんの、うん、定期配信とか、この間ロゴ作らせてもらったりとか。あ、そうですね。ありがとうございます。いい、こちらこそ。いい、もはやもうあの企画はステラがね、一人歩きしてるみたいな。そうみたいだね。面白いよ、ずっと酒飲みすぎて酔っ払ってきたら、劇団員から、うん、もうそろそろ終わった方がいいんじゃないですかって普通に電話かかってくるっていう、常に監視されながら配信をしているっていう。あの、2回かかってきたらレッドカードなんで。レッドが出たらどうなるの。もうレッドが出たら強制配信終了です。はい、そういうことか、そういうことか。面白い。うん、大ちゃん、じゃあステラさんに言っといて、あの、はい、俺のレブルサイドバックがつきましたって言っといて。それはなんか僕は分かんないですけど、とりあえずあの単車の話とかですよね。そうそうね。言ったら、単車の話ね。わかる。レブル、サイドバックがつきました。あの、ちょっと待ってね、メモで、レブルにサイドバックがつきました。サイドバックがつきました。ためちゃんが DM を送ったらええやん。俺多分、ツイッターフォローしてないし、フォローされてない。だからもう、いや、できる。してなくても送れたら。そうですね。何かしら、何かしら、何とかなる。ツイッターに、ツイッターに書いたらええやん。リプしたらええやん。よし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 、コメントが見れ、あ、うん、コメントが見えるようになりましたよ。そうそう、レブルはホンダのレブルでございます。新型の2020年版。うん、うん、いいね。いや、バイク買いましょうよ、みんな。乗れない。俺もな、ね、小型取りたいんよ、小型。125っすか。うん、125でもう PCX でいいかなと思って。ああ、PCX ね。みんな大好き、PCX。うん、PCX。スクーターの大きいやつです。え、そうそうそう。あの、タイズさんが乗ってる。はい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 。なんか、スクーターの、ビッグスクーターまで言わないけど、ちょっとまではいかへんねん。ちょっと大きめの。うん、でもちょっと大きめで、うん、ビッグスクーターみたいなのがちょっとキュッてしたような。うん、ああ、良さそう。で、良さそう。ケツがちょっとクインってちょっと出てる。シュッ、な、シュッてやったよね。シュッて、シュッてやったよ。みんな大好き、PCX です。めちゃくちゃ速い。PCX ばっかりやから走ってんの。ね、そうなの。125cc って、ちなみに 250cc も、うん、うん、法律上では原付きなんですよ。250以下って原付き。125は原付き2種かな。ああ。うんうんうん。でも別にそういう名前がある。原付きの免許で乗れるわけじゃないやろ。じゃない。乗れない、乗れない。これはまたややがし。
難しいな。あれレブル乗ってたって。レブルのちょっとレディーさんちょっと来週喋りましょう。今日せっかく大ちゃん来てるんで。そうやで。もうすぐにカメオ作をほったらかしやからな。大丈夫です。そうです。僕、いかにもう一台の携帯で高速乗れない100に。まあ今まだ作業中。150cc から。はい、150cc から。どうやったらコメントが見えるかっていうので、ちょっと今検討中。頑張ってるんで今。ツイキャス高速で立花祐介でググって、250なんです。まあ250。はい。ツイキャスにはね繋がってるんですけど、このもう一台の携帯をいかに立てておくかっていうことを今検討してる。配置を配置を。メガネ、ほんまにちょっとメガネ率高すぎんな。ちょっと俺外そう。100%ないね。なんでですよ。メガネ。メガネのためやってたよ。やってたね。懐かしい。メガネのため。メガネのためやってたよ。元気かな、畑健とか。いやー、ほんまっすね。ね、元気かな。大ちゃんは元気そうでよかったわ。いやー、元気です、元気です。大ちゃん元気そう。では、今日ちょっとあの、こっちのね、立花さんと、俺と広瀬さんと、あともう一人、金沢ひろみってやつの、はい、このツイキャスの LINE に、今日、タメさんの大ちゃん来てくれるってって言われたときに、はい、あの話はあんまり掘らないようにしようねっていう話はしたんですけど、この4人の共通、この4人のね、今、はい、したんですけど、すごい話してるな。どうしても、あのね、でもね、うん、ね、コメントとかでもたまに、DVD 届きましたとかが、そうそうそう。来るのね。その時にもいつも申し訳ございませんです。すいません。申し訳ございません。そうそうそう。だから内外で週一でこの話しますから。なるほどなるほど。そうなんだ。一回は出ちゃうから。やっぱね、深く刻み込まれてるんだよ胸に。そう。良くも悪くもね。刻んだ、うん。その件に関してはね。俺だってこっちに来てコニさんと仲良くさせてもらってるから、すごくいい家ですよ。そうなんですね。コニさんの店にも行ったし。今あの人本番中やけど。あ、そうなんや。舞台やれてんねや。やれてるみたいですね。結構長丁場で10月の10日に飲みに行きましょうっていう話になってるんですけど。それこそ日比さんとか。あ、言ってたね、この間。日比さんとあと、スエちゃんとか。スエさんと、はい。あと、マオリーと。え、みんなそっちなんですか、今。いや、なんかこっちに遊びに来るっていう言い方、多分今、まずいんで、なんか仕事かなんかで。言うとる。遊びに来るではない。ごめんなさい、遊びに来るではないです。多分仕事のついでやと思います。それで、ちょっと10月10日ぐらい、どうすかみたいな。あの人、それこそ小西さん本番中やけど、どうすかみたいな話。で今通ってます。アンズさんも呼ぶかみたいな。すごいね。いいね。俺の青春アンズさんより。はい。あのグループラインでなんか飲みに行きましょうっていつらいしな。いや、やってよ。別に言ってもいいじゃん。いいと思うけど。全然いいと思うけど。なんかちょっと。東京から北総に出るからやってよ。イエス同窓会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 。ぜひやってほしい。ぜひやってほしい。言い方変えたらちょっと違う感じになるやん。イエス同窓会。イエス同窓会。高須クリニックみたいで。言い方の問題。なんとかそれで。それでなんとか。あのね、じゃあ今ちょっとせっかく大ちゃん来てくれたんで。はい、あ、話題提供しますね。あ、どうぞよろしくお願いします。話題の男、話題の男、話題を振る男。やった。まあ、はい、何人か聞いてた方いるかもしれないですけど、俺タメさんの大ちゃんと知り合う前にもう一人タメさんって呼ばれる人がいるっていう関西将棋場にね。もう一人タメさんっていう呼ばれてる人がいるって話だけを俺はずっと聞いてきたんですよ、3、4年。それこそ下浦隆とか、隆とか。もう一人、もう一人っていうのは、タメフサ君じゃなくてってこと？あ、いや、タメフサ君のことです。タメちゃん、そう、大ちゃんは、タメちゃん、タメさんって呼ばれてるでしょ、大ちゃんも。
で俺もタメさんタメちゃんだから、はいはいはい、もう一人そんな呼ばれてるぞっていう話をしてて、うん、誰や誰やってなって一番初めに顔合わせたのいつでした、いつでしたってメガネのメガネの顔東京行ってちょっと距離感分からんようになってんちゃうかそんなことない、すいません一時期でめちゃくちゃ会ってましたけどそうそう、その話、ね、大ちゃんそれこの話のオチにするつもりやったそれがどうオチになるんですか、おいおいやってみよう、本当にやってみよう、大丈夫、3、4年ぐらい本当にマジで、はいはい、マジでずっと、うん、あの言われてて誰や誰やって、でそれであの、はい、ツイッターのアイコン見たらあんなんじゃないですか、あんなんですね、あんなんって、あんなんていやいやあんなんですよいやいや孫の手でやる、孫の手孫の手孫の手で、あの写真大ちゃん孫の手で刺すなあの写真大ちゃんめっちゃ老けてない、老けて、いやまあまあまあ老けて、まあ老けてんですかね、俺は、俺だって初見で見た時、はい、俺5、6個上の人に見えたからね、へー、まあ、マジで、あ、メイクはね、そうね、まあ、それはあると思うんですけど、それだから俺、タメちゃん、タメさん、俺もタメさんって呼ばなあかんのかなと思ったら、俺より年下やって、初めて会った時、うん、全然、いや、初めて会った時だけじゃないで、ずっと年下やで、いや、いやもうそんな、あげすなんで、あげすなんでね、あんたも、まあそ。それで、なんかギクシャクしてたけど、結局、その後メガネ4だかメガネ5から1年半だか2年ぐらいずっと言うのもね、ギクシャクはしてないでしょ別に本人目の前にしてギクシャクはしてない、でもね分かんないですよ、分かん、多分お二人分かんないかもしれないですけど、うん、あのだから俺の心境ね、 3,4 年ずっと同じ名字の人じゃなかったけど同じ名字の人がいるって俺は思ってたからタメさんって、うん、うん、あ、そうなんや、こんな珍しい名字でね、そう、あのタメ、あのタメで、うん、タメゴロのタメで、うん、タメゴロのタメって言うんですよ、ちょっと想像がしづらいですね、タメゴロ、なんなんあっと驚くタメゴロのタメゴロってあのタメゴロ、そのね、知らないあれ分かんないっすタメさんだからこそ気づくやつでしょ、でいや確かそうそうなんですよ、タメゴロはカタカナじゃないの、そうか。おお、ええー、特徴がない。自信なくなってきた。まあまあ、それでね、で、写真見たらちょっと年上で怖い感じの人で。うん、で、いざ会ってみたら、いざ会ってみたら年下ですげえ腰低くてめっちゃいい子なわけですよ。俺、じゃあどう対応していいか分かんないわけよ。しかもなんか関西最速だとか。いや、それは。とか、なんかそういう情報ばっかり俺のところに入ってきて。はいはいはい、膨らんでた、いろんなものが膨らんでた、そう、めちゃくちゃ怖かったけど、年いざ年齢聞いてみたら俺の方が年上かいと思って、うん、となった後の俺のその約2ヶ月ぐらいのギクシャク感はすごかったですよ理想と現実がこううまくはまらへんくてどうしていい、そうそうそう、なんかいろんなこう現実立ち回りを想像してたのに、うん、で俺もまたその時野村さんやったから、あのメガネ、目が、ああ、村さんのチームで、ね、芝居ついていくの必死やったし、はいはい、もういろいろありましたっていう話でした。まあ、でさっきの落ちにつながってない。あ、結局その後1年半ぐらいずっと同じ舞台出てたよねっていうお話でした。うん、もうちょっと落とし方分かんないやつ。やろう、いいよ。やれやろう。あ、ほらほら、大阪人はやっぱ落ち求めるでしょ。なるほどね、東京の人だからさ、ね、落ちとかはなくていいから、まあでも1年半もの間僕らはあれですよね、いろんな現場に、まあ、混乱をひたすら招いてましたね、ああそういうことね、すごかった、ね、揃うたんびにね、うん、もうどっちがどっちだか2人ともとりあえず反応しちゃうから、そうだよね、確かに結局何で落ち着いたんや、それこそイエス・アイアムの時はタメちゃんって呼ばれてたよね、タメちゃんって呼ばれてましたよ、なんて呼ばれてた、タメくんじゃない、くんじゃない、くんとちゃんじゃない、あ、くんとちゃん、もうでもくんとちゃんの区別でしかないんだ俺でもタメフサくんって呼ぶようにしてるもん、俺もタメフサくんって呼ぶようにしてる、うん、うん、俺はだから大ちゃんって呼んでるんですよね、あーはいはい、うん、まあ自分の名字呼ぶの気持ち悪いもんな、嫌、うん、だ
本当に嫌だ。うん、大ちゃんって呼ぶようにして。なるほどね。あ、そっか。大ちゃんって言うと、大ちゃんっていう距離感になったら大ちゃんって呼ぼう。それは辛い辛い。だってまだ一回共演しただけやもんだって。まあ、まあ、確かにそうですよね。知り合って1年やし。それはそうっすね。俺も結構無理やりでしたよ、大ちゃんって言ったの。あ、それはだから自分がもう、うん、その辺を呼ぶしかないからやろ。うんうん、そう呼ぶしかないから。そう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 。うん、大ちゃんって言うと渡辺大さんが必ず振り返るんですよね。いや、そうなんですよね。それが厄介なんですよ。確かに。そうなの。しかも大さん至る現場におるしな。おるしな。メガネとかね、うん、絶対いらっしゃるから。今日も、うん、メガネだと亀さんもいらっしゃるんですよね。結構な確率で。そうね。あ、わっ。いや、悩むとこ同じだね、やっぱね。そうなんですよ。聞き間違いってこと？うん。そう、聞き間違いです。はいはいはい。亀さんはタメさんに聞こえるし、うんうんうん、そう、タメさん呼んでますよとか言われるとね、あ、俺じゃないって3人ぐらい反応するそうそう、そっちじゃないですみたいな、うん、B チームの部屋で亀さん呼んでますよって言われても、うん、あ、俺じゃねえなってなるわけなりますね、なるんですよ。なるほど、ね、そうかな、そうか、でもそうか、そうか、うん、ないもんな。でもそうだから苗字のインパクトが2人ともが強いと思うけど、だからね、ためっていう苗字もためふさっていう苗字も、ね、うん、だからそっちが珍しいですからね、あだ名になりやすい。ヒロシさんにこの話したかな、うちのお母ちゃんの名前ためふさえなんですよ。どうすんの、そのもうね、ちょっとそれ、それ、まあ、それ、それ、作ったよ、それ、ね、ネタっていう、ネタっていうことにしてほしい、面白い、ね、あの、ね、ネタじゃないんですよね。俺な、マジで、マジでこれ、あの、一番初め、メガネ4のお顔合わせの時に、あの、うん、お客さん入れた時に言いました、戸籍登録を持ってきてもいいぐらい、でもマジなんですよ、亀さんなんですよ。それ、それおもろいわ。めっちゃおもろいでしょ。亀夫妻なんですよ、っていう話ね。はい、じゃあイケボコーナー行きますか。イケボコーナー、もう、もうイケボコーナー行くの。何、そう、イケボコーナーをね、僕らやってまして。なんすかそれ。はい、いや、別にやってるってほどでもないけど、なんか時間が余ったら、そう、なんか見てくださってる方にお題をもらって、それをこうやってカメラ隠しながらいい声で言うっていう。い、あ、なるほどなるほどなるほど。別に、うん、そうね、あの、誰がよろ、まあ、喜んでくれてるのかなと思ったけど、あざけを、あざけに笑ってくださってると思います。そういう恒例のコーナーがあるわけですね。そうそうそう、恒例のコーナーが、ね、この間聞いたらね、ちょっと実はね、あのコメントはしてないけど、あの関係者もちょいちょい見てるみたいやね。わお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 。ああ、そうなの？そう。え、どういうことですか？いや、だから演劇関係の人で、この間見ましたよとか言われて。わお。須賀さんいるんでしょ、須賀さん。須賀さん。ちょっと、正直に、だから正直にね、何乗り出てほしい。そう、だよね。あ、あの恥ずかしいコーナーも見てたのって言ったら、はいって言って。ごめんな、あ、ちょっと、あの、やっぱり静かに見ててって言って、その時はコメントしないでやりにくくなるからっつって。あ、でもあれですよ、大ちゃんはファミコンもいけるはず、確か。あ、大ちゃんファミコン、スーファミ好きだったよね、確かね。まあ好きですよ、ね、ただ皆さんに比べたらちょっとね、あれかもしれないですけど、知識量が。まあでも世代的にはタメちゃんよりもっと下やもんな。そうですね、下手でしょ、下手し、うん、いや、まあプレステはまあちょっと行ってからですけどね。うん、あ、マジか。まあ、ファミコン、スーファミいけるんや。スーファミの方が、まあ、なかなか買ってもらえなかったんでね、そのあたりが十分ですけどね。そういう、そういうね、一つ、ご家庭の事情もあるからね。なるほど、なるほど。じゃあ、イケボコーナー行ってみますか。イケボ、腹を割って話そう、お題いただいてます。それはもう、その前もいろいろ、いろいろ。大ちゃんはどういう人いけるか。食べ作も大好きや。それはどのイケボなっていう風になるじゃないですか。うん、それはね、やっぱね、ね、俺ら先入観あるから。そうね。でも、うん、いいんですよ。それを、あの、はい、自分なりに言って、その後ね、そうそうそう、アンケート機能がツイキャスにあって、アンケート取ってんのよ、うん。誰の声が一番好きですかっていうの。うん、なるほど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 。だ、それは、まあ、全部踏まえて自分でどうチョイスするかでいいと思うんだけどね。
このセリフは何なの？え、何？このセリフ、腹を割って話そうっていうのは。これは水曜どうでしょうの。あ、そっちか、そうですね。地獄の、はい、地獄の東北2泊3日ツアーっていうのがありまして。ツアーですね。はい。はい。うん、それ、その話を掘ります？じゃあいい。それのセリフやね。それのセリフやね。終わっちゃうから。掘ります。オッケー。これは終わっちゃうな。終わっちゃいますね。諦めたらそこで試合終了だよ。内容の本家、本家、本家って本家ってどういうこと？俺が先週タメフサ君の真似して言ったからよ。そういうことか。タメフサ君、いやちょっとね、気になりすぎる。そもそも僕これ言ったことないのに。どういうことですか？タメフサ君やったらきっとこんな感じで言うっていうのを言うだろうっていう。いやいやいや、またそれがちょっと微妙に似てたのよね。あ、なるほどなるほどって思ってしまった、ね。じゃあとりあえずやってみますか。とりあえずじゃあコーナー始めますか。先週のこっちでやる？そうやな。それもいいけど、あとその何だっけ、そうそうそう、立花君の言ってた話やったんし。去年じゃない。ね、そう、先週もらってる、先週消化してない、消化っていう言い方あるやけど。消化。あ、いや、どうします？イケボコーナーにするか。うん。うん、その主役が、あ、主役の話、これ長なるで、主役の話もこれ長なるな、やっぱりな、うん、これは長なるな、うん、30分でも、まあ、大ちゃん来てるしな、イケボしよう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 、イケボにしよう、あ、大ちゃんはいいよ、ちょっとね、大丈夫、お芝居、真面目なお芝居なんで、そう、うん、真面目なお芝居の話、また今度、うん、でも全然、ね、また今度、また今度ね、はい、タメサ君また来てくれて。そんなに話題がずっと発信してるんですか？そう、いや、いやだからなんちゅうの、僕別にないねん、俺ら本筋がないから、本筋何にも、なるほどなるほど、何の話するみたいな感じで始まるから、そうだから先週とかは芝居の話になったらもうとことん話って全然終わらんかったね、うん、そうだな、結局芝居好きないなって話で、そうなんとか収めないといけない、それの質問箱答えてないわ、答えない、そう、それね、それなんどんだけコーナーあるんすか。すごいな。でもランダム、アットランダムなコーナーがたくさんある、なるほどなるほど、そうそう、でみんなでこういろんなお題をこう、あ、先週こんなことあってねとか言い出したら一個食いついたら長くなるよね、はい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 、そうそれでなんかね、ファミコンの BGM あのイントロクイズとか、うん、なんかそういうのをやったりとか、そのイケボコーナーがなんか生まれたりとか、そうそう、うん、生まれたりとかして、やる前に説明しとけよっていう話なんですけどね、これは、そうだよね、ゲストさんにね、こんな感じだよみたいな、ごめんね大ちゃん、いや、ね、ごめんね、コンティニューコインがね今入りまして、うん、お、あ、今流れたのはそれですね、そう、はい、12時までしましょうという意見があるんですけれども、皆様好きですね、皆様ご都合のほどはいかがですか。基本11時半では終わろうと思ってスタートしてますんで、ね、まあそれぞれの都合がいけるのであれば、これは、まあ、あれですけど、今日は大丈夫かな、まあ、俺は大丈夫、まあ、うん、持つのであれば大丈夫、持つのであれば持つのであれば45分ぐらいはやったらいきます。ああ、なるほど。すいません。いや、全然。じゃあ、45分ですか？じゃあ、まずイケボコーナーやろう。イケボコーナーやろうか。はい。うん。オッケー。やって、まあ、とりあえず半を一回目処にして、そう、田辺君が抜けるなら抜けるで大丈夫だし、はい、それは、うん。オッケー。よし。じゃあ、で、その先週のお題。先週のお題は、ギュッとしていい？っていうのと、これ結構恥ずかしい、あとまた会おうね、きっといつか、ずいぶん方向性違わないですか、話そう、いやもうだっていろんな人がもうアトランダムにくれはるから、うん、全然、そうなるほどなるほど、うんうん、何からいく、どれどっち行きます、じゃあもうちょっと景気づけにギュッとしていいからいきますか、ギュッとしていい、なるほど、うん、じゃあ切り込み対象、ギュッとしていい、恥ずかしいな、恥ずかしいやつ。せっかくなんで大ちゃんは最後ね。板の上で言わへん。あ、そうそう、言わへん声で。あ、でもまあまあね、あの先輩たちのねあれを聞いてから。どんな感じかっていうのを一回聞いといていただいてね。そうですね、そうですね。はい。ギュッとしていいですね。はい、ギュッとしていい。ギュッとしていい。ハテナマーク、クエスチョンマークついてます。いやいや、そんないらんやろ。ギュッとしていいだけやろ。
どんだけのセリフ喋るんですかね。いや、ジェットしていいですね。はい。喋、はい、る前にカメラを自分で押さえて隠します。はい。あ、押さえて隠すのね。そうそうそう。あ、そう。行きます。ズームやから停止したらいい。あ、そうだ、ね。行きます。あ、か、いつもでいいですよ。それでいいよ、それでいい。ご自由に、ご自由に。それでいい。あと、この、こういうふう、こういうふうにした方がいいですね。ああ、なるほど。いきます。これだね。もういいかな。いや、別にせんでもせんでもいいね。シチュエーションいい、言って、どうぞ。どっち、どっちも。小さい声で喋りたいときは。ロメン食べちゃう。はい。いえ、とんでもない。いきます。ギュッとしていい？長かったな。これはやるまで長かったな。いや、これは。あの、これ作るのにね、時間がいりましたよ。超恥ずいわ、これ。うん、やばいっすよ。やばい。俺、これが自分に降りかかると思うと恐ろしいな。アンケートは何回配慮してもいいんですか？あ、どうしましょう。1回でしょうか？1人1票。はいと言え。一票ずつ。今日は大ちゃん来てくれてるし、うん、あの何回でもいいんです。何回でもしていい。はい。はい、好きなだけはい押してください。意外と言ってみたらスッと言えます。そうそう。そうね。そう言う人はいいと思うね。うん。うん、よし。で、アンケート出た？うん。アンケート出た？あ、アンケート。あ、違う、ま、アンケートは最後や。あ、全最後か最後やな。最後だから今。え、次だ。どっち？立花君と俺かな。うん。行きましょうか。立花君行く、うん、行く。はい、じゃあお願いします。ギュッとしていい？おー、なるほど。今のいいんじゃないかい？そうだな。まあ、なんか褒められた。おー、今のに立花君の顔が浮かばなかった僕。はい、よかったです。うん、ありがとうございます。いい俳優の人が浮かんだ。いい俳優の人。やめようかな、役者。いやいやいや。いやいや。ええ。お願いします。ありがとうございます。いきますね。じゃあ、はい、俺ね。お願いします。はい。ギュッとしていい？スーツ、ギュッとして点ですね。ギュッとして点、うん、点、苦闘点入りましたね。苦闘点入りました。あ、ちなみに大ちゃん、あの、はい、ディフェンディングチャンピオンが広瀬さんやから。そう、お、あの、最強です。最強。違う最強。最強。タメちゃんにはアンチがいるらしい。どうしてもいい家が入る。お前にはどうしてもアンチタメがどうしてもいます。アンチがいるな。いいえっていうのもあるんですか？いいえと、はいといいえを押せるのよ、アンケートは。そう。どっちか。はいといいえとキャンセルする。で、キャンセルもある。はいといいえ何票ずつ入りましたっていうのが分かるっていう。キャンセルもあるのに、いいえをあえて押す人。そう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 。そうそうそう。だからアンチがいるでしょ。強い心でノーという人がね、いる。なるほど、なるほど、なるほど。あんまりノーという方がいらっしゃる。そうです、そうです。なるほどな。いや、ノーと言える日本人素晴らしい。素晴らしいです。素晴らしい。素晴らしいですよ。ね、世界に。皆さんもお願いします。はい。え、押さえてもいいですね。隠したらいいよ。カメラ隠すね、カメラ隠す。カメラをね。そうです。じゃあ、行きます。ギュッとして、いい。おー、なるほどー。おー、なるほどー。ちょっと。何、ちょっとゲストだから盛り上げてるわけじゃなくて、誠実さが見えたわ。高校生っぽいですよね。誠実さが見えた。やっぱ方向性を変えたいなと思って。なるほど。そうそう、やっぱね、それはね。いや、素晴らしい。だって30代男性だとはね、わからないよ。そういうことだ。隠れてるからね。うん、よかった。はい、じゃあ、上げていこう。まず1回、はい、トップバッター、タメ君が良かったという人、はい、お願いします。うん、あ、タメ君、僕たちはキャンセルをします。僕たちはキャンセルをします。はい、僕たちはキャンセル、参加しない。はい、はい、キャンセルをします。押しました。あと8分だね、これ。そうだね。もう、今のところ。
あ、ズームが？そうそう、無理。ズームがね。あ、集計出ました。あ、ちょっと得票数も大事だから得票数も変わる得票数そうそうキャンセルができるからみんながみんなそうそうは、うん、投票してくれるわけじゃない今ねこれ今おそらく10、究極あれですね 0% っていうのが出るから恐らく、ね、ある誰も触れてくれなかったっていう、 そう心を動かせなかったっていうねよくも悪くも、うんうん、でそれでは次いきます立花が良かったという人、はい、どうぞよろしくお願いしますそっか、マジかよ。へこむな、これ。へこんでる。ガチでへこんでるぞ。へこむやつやな、これ。やっぱね、EA67% っていう字面は結構大きいですね。大きいね。そうそう、でかい。ダメージが、ね、ダメージがでかい。あ、逆だ。逆だ。あ、逆だ。いやー、ありがとうございます。いやー、ほんとに。イエスが2ね。イエスが2ね。はい。はいはいはい。じゃあ次行きましょう。よろしくお願いします。これは何の立花さんで。え？立花君は結構良かったよね。今回の立花さんでこれはちょっと厳しいな。でも今回の審査員の方は。ああそういうことね。そうなんや。うん、でもまあねだど女性の方が聞いてる多いイメージ多いけど、だ男の子の受け取り方も違うしね。まあ、そうね、広瀬さんも。あ、広瀬くんも。あ、同じか、同じ。うわー、投票。あー、なるほど、はい。ありがとうございます。投票ですな。これはございます。じゃあ、楽しいね。じゃあ、運命の旅行だね。緊張しますね。これよかったよ。意外と緊張するね。本日ゲストの。よかったという人、お願いします。はいこれで13票全部動いてたらびっくりするよな13イエスねそれはすごいわそれはすごいわもう毎回来てもらおうそうなったらレギュラー決定時間作ってくれそう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 か票数変わることもあるぞねそうあるあるいやゼロは怖いなおお 100%4 人で 100%4人で 100%、 4人、ね、4人、得票数も圧勝、圧勝。これはあれですかね、あのゲスト忖度が働いた感じです。いやいやそんなことない。そんなことない。ありがとうございます。大丈夫よかった。素晴らしい。嬉しい嬉しい。やっぱ透明感がね。やっぱり。うん、ああよかったよかった。腰がいもないお芝居をしてよかったです。いやー同じコーラを飲むものとしてね、ちょっとこれは負けられない、ね。コーラを飲むものだいちゃんも酒飲めないから。そこで張り合う必要ないでしょ。いやー酒飲めねえことまとこまで一緒かよって思ったもんな。じゃあズームがね、それは思いましたね、あと4分だから一回落ちようか。安定しますか。一回安定。うち無料のズームなので40分で切れるんですよ。なるほど。なので一回退出したらいいってことですか。一回こっちで切っちゃうので、切れたらもう一回入室してもらえればいいと思います。同じ手順で。同じやつで、うん、はい、そのまま。それでは一旦安定します。少々お待ちください。やっぱりね、ちょっと新しい風が吹きましたね。僕らにはできない方向性の新しい風が吹いたな。ねやっぱ声の質もやっぱり違うしね。ね、やっぱ全然違うね。うん。絶対諦めたらそこで試合終了だよ。絶対違う言い方してくれる。絶対違う言い方するね。うんうん。なるほど、ね。絶対違う言い方する。ああ面白いな。はい。面白いね。書いてもらった。よし。はい。お帰りなさい。いやお帰りなさい。じゃあですね。じゃあちょっと経理を変えて今日はまあ一応時間があるということなんで。うん。はい。腹を割って話そういきますか。腹を割って。そっちで。お。
腹を割って話そうを腹を割って話そうそうをイケボで言う。はい。はあ。いやこれちょっと無理だって。俺だってホテルの一室しか出てこないもん。じゃあそうなんですそうなんですそうなんです。あそうじゃ、ね、そうそうどうでしょうホテルに囚われた二人しか出てこない。は知ってるから。俺はもう全然出てこないわ。うんいや逆に別のことを違うこと別のシチュエーションを想像するんだよ、ね、上書きしていくんだよ、まあ、イケボやからねイケボってことに特化して、うん、そうですねイケボだから、うん、よしもうだからもう言い方がさもう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 もじゃ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 ってなるやつやん。じゃ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 。よし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 。よし。広瀬さんがもう置いてけぼりになるからだ。いやいいよいいよいいよ。いやでももしかしたら逆に広瀬さんからやってもらっていいかな。ああなるほどね。そこでこう腹を割って話そうな。腹を割って話そう。どんな感じでいくのかね。そうそう。そこで俺のイメージを壊してもらえたら嬉しいですよね。オッケー。また。じゃあ俺が行こうか。お願いします。ますじゃあ、マリオス。腹を割って話そう。爽やかやな。めちゃくちゃ爽やかっすね。大泉君とは全然違うな。全然違いますね。比べる対象。比べる対象が。仁王泉仁王君とは違うな。すごい CM とかで流れてそうな声でした。ちゃうなぁ。ちゃうなぁ。どれだけ似てるか大会じゃないんで。そこを目指すね。レディさんは、レディさんをだから求めてるんですね。そうそう、レディさん求めてるんですよ。え、そうか、レディさんの代か。いや、タメ君が言ってるやつもなんか俺にとってはもう若本のりおさんなのかなぐらいの感じになっちゃう。腹を割って話そうみたいになってるなっちゃう。せるせるになっちゃうから。そう。めっちゃ上手やな、ほんまに。さあ、次誰？次誰？じゃあ、僕いきますか。お、じゃあ。お。ちょっと待ってくださいね。この男が0時にホテルを叩いてだ。だからもうそれ捨てろだよ。だって言っちゃってるから。明日もご上機だっていうのにこの男が0時に来てだよ。レディーさん向けよ。吉野君にカメラ回すからって言ってる。行きますよ。そのまま行きますよ。はい、カメラ回すって言うからカメラ回すよって言うから。いきなり僕の部屋に来てだな。腹を割って話そう。ほらもう調子悪なってカメラどないしたんカメラ倒れたんカメラなあカメラそうカメラとあるおおダメだわこれダメだわだってそダメだわじゃないわ振りがそれだわ、ね、このコーナーそれしかする気なかったよダメだわじゃねえもう一回やらせてもらっていいですかちょっと真面目なやつやります真面目なやつ真面目じゃなかったんですねレディさんが聞いてくれてるっていう一回やりたかったんだよ一回ちょっとやらないとやっぱりちゃんとね、うん、本家本元あんまり大きい声、うん、本当はもっと大きい声でやるんですけど、ね、ちょっと大きい声出せ本元ではないんですけどね本当はもっと大きい声でやるんですけどねっていうその本当はが面白くて本当もクソもねえよみたいなそう、うんうん、わかんねえ何が本当なのかじゃあ、行きます。はい。はい、行きます。はい。ハローって話そう。だって今これもやってなかったから。それでやっていたら、小さい声でも大きい声でしょ。いいや。でもカメラ、マイクどこについてるか聞き終わってもいいかな。行きます。はい。ハローって話そう。ちょっと最初の方がちょっと変な感じ音がちょっと潰れちゃった、うんうん、いやー例のやつかすごい着々とちゃうなーがちゃうなーがちゃうなーがどんどんちゃうなー草がダブルが、レディさんレディさん、うん、レディさんちゃうんですよ1個目のやつ違うって言われたら見てくるコンセプトがコンセプトがちゃういただいたのはもうそっからいただいたのはレディさんなんですけど、うん、そうなんですよ前置きもちゃんとやってコピーしてやってちゃうなって言われたら結構
1回目の方だからどうぞどうぞ DVD を買って見てくださいってなってしまう持ってる持ってらっしゃい持ってらっしゃいそうですけどね僕は持ってんだ、うん、はいじゃあどうぞじゃあ立ちます、はい、もうやり直しないおおどどどどやり直するあやり直しますか変な感じになって聞こえたからあんまりあんまりなんかいい感じじゃなかったからじゃあちゃんと、うん、もう一回いきますはいいきますハローって話そう。なるほど。なるほど。なるほどね。うん、なんか、イメージは白龍です。取引な感じが見える。取引な感じが。そうです。白龍です、イメージは。はい。なるほど。なんか一通り盛り上がり終わった感があるじゃないですか。そうそう、ちょっと、いや、ちょっと、それは、落ち着いて、自分のせいやろ。自分のせいやろ。あなたが今しっかり盛り上がりを作って、ええやん、ええやん来ました。でも次、デディさんがええやん。本当だ。あれ、どっちデディさんが全然分からへん。俺、デディさんが分からへん。ええやん。はい、ええのアンケートの前にどんだけ俺ら揺さぶられとんねんってなっちゃうから。もう俺のやつ忘れてるよ、みんなもう。さあ、どうしよう。俺行きましょうか。じゃあ、うん、立花君行こうか。なんか、タミサ君最後やけど、大丈夫そう、なんてことだから。くそ。まあ、後輩だから。はい。はい。チャンピオン、チャンピオンだからね。うん、腹を割って話そう。あー、なるほどね。はい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 。はい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 。いいいいいい。いいよいいよ。まあ、ちょっと方向性的に、こんなパターンないかなっていう。ね、うん。ちょっと、うん、よかった、今。意外なトーンから来た。よかった。よかった、うん。うん。向こうに座ってる女の子が見えた。うん、トレメンに座ってる女の子が見えた。女と腹を割ってて、そうしか言わないよ。言わないよ。いや、その、なんか喧嘩した感じ、そう、雰囲気、俺はそうですよ。うん、なるほどね。うん。うん、そうね。でも学園が見えたね、学園が。学園が見えましたね。じゃ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 よっしゃ。いきます。腹割って話そう。おお。大ちゃん、そういう声も出るんや。おお、嬉しい。そうそう言ってあげるわけないですね。いやなんや。パターン。芝居終わりたてほやほやの2人がいるわけですからね、今日は。そうですね。ああ、うん、そうですね。芝居熱がこうまだ残ってるぐらいの、もう半年以上になりましたよ、僕は。アンケート行こう、アンケート行こう。じゃあ、行きます。ひろしくんが良かったという人、はい、お願いします。よろしくお願いします。来月も頭あるから、たべちゃん。うん、そうだよ。ね、大丈夫だよ。うん、全力で頑張ります。ほんまや。あ、ごめんなさい、俺押してね。まったりしちゃって、ひとしきり盛り上がって。お、来ました。 100%。 でも2人か、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。得票数がちょっと少ないね。何やねん、得票数。いや、あんたが言い出した。一番最初、俺の方が得票数多いからとか言い出した。君やからな。そう。そう。いい絵も入れてくれる人がいるのはです。人の心をよく得票数動かしたんだと。上回って。うん、あ、まあ、でも、総合的に。は特に、はい、あ、そうなの。意味はない。はい、じゃあ次がタメくんが良かったという人、うん、どうぞ。あ、俺か、俺や。
さ3回目のやつですね、うん、3回目のやつですよ、うん、3回目のやつです、すみません、ややこしくていっぱいやったからね。総合的にでもいいですけどね。もうそれはもう一人で100倍やったら一人で100倍やったらレディーさんしかなんてな、なんなんだこれ安定の結果は。面が割れてる、面がまた 33% かい。変わらずです、面白い、面白いな、面白い、なんか、いや、つまりこれアンチが一人増えたってことちゃいますか。あれこの1週間ではい、増えたんでしょうね。立花が良かったという人お願いします。そうか、何したんためちゃん、はい、誕生日迎えたから。誕生日迎えました。だから誕生日とともにアンチがお一人増えた。そう、増えるね、年を重ねるごとにアンチが一人増えていくんですよ。そんな、うん、優しくない世界ですね。優しくない世界、優しくない世界だね。あっ、やった、おお、ありがとうございます。おお、いいね、いいね、おー、やった、すごい、面白くねえな今日。いや、でも立ちますよ。よかったね。うん、じゃあ最後いきます。為沢くんが良かったという人どうぞ。ちょっとね、こっちのパソコンのね、ネットワーク環境がちょっと不安定になりかけててね、ちょっとお聞き苦しいところがあるかもしれません、うんうん、申し訳ございません。そうか、羽織ってるらしい、羽織ってる、なんか羽織ってる。じゃあ今回はもう立花君ですけど、ありがとうございます。で、面白くねえな。なんだ、いやいや、面白くねえな。やるからやん、ね、やっちゃったから、全部やっちゃったからかもしれへんで、やっちゃったからやっちゃうから、うん、やりたくなっちゃうんだ、やっぱどうでしょう、ね、関係は、うん、あ、ほんまに、ツイキャスが止まっとる。そうね、あ、大丈夫になった。確かに、ちょっとね、ちょっとかく、ね、あ、動いた。安定感が、うんうん、夜だからかな、ネットを使う人が増えた。引っ越したんですか。引っ越してない、まだ来週の半ばに引っ越しです、うん、はい、これで始めた。動いた。あ、動いた。大丈夫ですね。というところで、なんもうでも11時半で動いてますね。はいはいはい、ためそくんはそろそろお時間が、ぼちぼちね、あと10分。お、大丈夫ですか、もうちょっとだったら大丈夫ですよ。はい、うん、じゃあ主役の話する。いや、無理や、あとちょっとで、ね、どんな無理やって、ね、あのちょっとね、じゃあそう、ためさくん状況がわからないのでちょろっと説明すると、はい、その僕とひろしくんがちょっとツイキャスできなくて、僕とためちゃんだけの時に、主役って何に重きを置いて演じるかみたいなことで、その出す方を重きに置いて演じるのか、受けることを重きに置いて演じるのかで、俺とタメちゃんが全く意見が合わなかったっていうことがあって、真逆だった。そうそうそう、で、ちょっと、あ、逆だったね。そう、話がしたい、なんかその話をしたいなと思ってたけど、むちゃくちゃガチな話じゃない。そうだってね、それで2時間くらい喋った、多分話せるよ。大阪時代、うん、大阪時代やったっけ、その話したな。いつやったっけ、昨日、ツイキャスの前回、前々回ぐらい、前々回か、まあ、ちょっと前の、そのひろしくん来れへんかった時にツイキャスで喋ってた、アルバートの前、1時間半ぐらいでは無理な話やなこれな、うん、その時俺と立花さんだけやったんや、多分そうやと思うで、ヒロミもおらんかったと、なんか遅れてくるか、なんか、いや、おらへんことはなかったと思うんだけどな。ああ、なんか全然。二人じゃなかったと思う。そんな話はした覚えがあるんだけど。確か。そうそうそう。まあ、この話、来週に持ち込みましょう。来週。持ち越しましょう。あ、持ち越しましょう。うん、そう。あ、じゃあ逆に先週の質問箱の、あの例の、あれ。
のを大ちゃんがどう考えるかっていうのを聞こう。それぐらい長いよ。質問箱。ね、長いよ。どう？そう。あと質問箱にね、ちょっと質問が来てて、それで先週もずっと喋ってたんだけど、そうですね、うん。先週ずっと話してたような話題だったね。うん、うん、そうそう。でも本当に止まらなかった。1時間以上、1時間以上は、うん、うん。で、無理やり俺がイケボコーナーに持ってったみたいな。これお返しします。大体イケボコーナーは締めなんですね。締め、なんとなく、うん、いい感じで終わる。はいはい。暗転を挟むときに大体話を切るんやけど、切れなかったんですよね、前回はね。そうそう、あのね、じゃあ質問言いますね。立花さん、こんにちは。あくまで趣味としてお芝居挑戦してみたいなという気持ちをずっと募らせているものなんですが、仕事との兼ね合いや時間が割けるのか、誰かに見せる機会があるとしてもチケットノルマはなどなど考えてしまい、なかなか動けずにどんどん年だけ取ってしまいます。何か挑戦するのに良い案はないでしょうかっていう質問が来てて、でそれでずーっと喋って、ああなるほど、うん、すごい。こういう質問が来るんですか。僕はたまたまこういう質問いただいて、でまあ自分なりにも考えててんけど、ちなみに、うん、どういう結論が、結論結論は出たんですか。結論は出てないけど、ワークショップに行ってみなさいよっていう。そうそう、ワークショップに行ってみるのはどうだろうみたいなのは、うん、大きく出たかな。一度何かしらの体験をして、うん、はいはいはい、続けられるかどうかの判断をしてみたらどうかっていう、ね、あんまりリスクのないって言うと、やっぱワークショップとか公演って行っちゃうともう 2,3 ヶ月絶対がっつりになっちゃうから、ワークショップとか一回行ってみてっていうところから始めてみてはいかがですかみたいなのが、ま、なんとなくこの中で答えだった、うん、まあそうですよね。じゃ あ, 最後に為沢君とモンストのガチャだけ。あ、待って進撃コラボ、そうそう、俺ちょっとそれ見たいの。進撃コラボね、進撃コラボなんかちょろっと回して終わりにし、もうちょっと抑えようと思っていたのに。ごめん、ちょっと待ってくださいね。いや大丈夫です、大丈夫ですよ。それはお二人は課金してるんですか。課金はしてません。課金はね、僕はしてないです。昔はちょっとしてる時期もありました。うん、エヴァンゲリオンコラボの最初の時とか、ちょっとエヴァ欲しいってなってやってしまいましたけれども、ちょっとスーパーレアとか引いてみてくださいよ。スーパー SSR とかないんですけど、ここでね、うん、ここで一番マックスは何なんですか。まあ星一番いいやつ、星5、スーパー激レア、星5か、うん、でこれって音がどうのとかは大丈夫なんですか。あ、なんかツイキャスは大丈夫、ツイキャスは大丈夫、探検的なやつ、あれ、はいはい、ジャス的なやつ、ジャス的なやつ。ちょっと待ってくださいね。はいはい。準備がいるんや。すごいよ、だってもうコラボになったらさ、最初の、あ、そっか、アニメ見た？進撃の巨人の。見てない。田島さんもう引いたんですか？まだ引いてない、一回も。あ、そうなんですね。そう、その脇のしこたま引いてしまった。マジか。そうなの。なんだよ、ツイッターに上がってないから引いてないかなと思ってた。いやでもね、ミカサが欲しいんですよ。あ、そうなんや。うん、なるほど。ミカサはレア、ミカサは星 5? 一応、一番レア度の高い3体がエレンとミカサと、うん、あと誰や、うん、リヴァイなんだけど、リヴァイ、リヴァイね、そう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 、うん、そのうちの一人ですね。アルビンは、アルミンは、アルミンはいない。え、うーん、え、あ、アルミン、アルミン、アルミンは、あ、います、星4です、星4、そうそうそう、いや、名前、覚えてないわ。おっと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 、大ちゃんが、お、来た、はい、よし、よし、こっち側に、
僕らの方に見せて、あのボタンうまくこうやって押してください。だから自分が見えないから。ああ、そうかそうか、ちょっと待ってよ。音を出すと、そうか、ツイキャスからも音が出ちゃうのか。田島君の胸の前でやった方がいいわ。そうそう。そう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 。そうそう。あのバイちゃん同時に行きます。同時に行きましょうか。うん、ちょっと立花君もちょっともっと寄りなさいよ。もっと寄れる？もっと寄りなさいよ。よしよし。ああ、消えちゃうかな。ああ、いける。まあ、ギリいける。あ、いいね。10連なんですか、2人とも。ちょ、俺もなんかちょっとこれだけのために取ろうかな、やらずに。ガチある。はい。はい。ガチある。よし。お、確定は？確定は？確定はない。確定は出てない。出てない。待ちにならない。しゃあ。いくよ。せーの。いや、まだわかんない。の。の。はい。まだわかんないから。まだわかんない。あ、もうわかった。まあ、ああ、ダメだ。確定ではない。確定なしでも出ろ。確定はない。が。これでもいい。おおおおおおおちょちょちょ。大ちゃんがなんか、あ、二人ともなんか。誰それ。わかんないから。レア。よいち。よいちですよ。俺、とりあえずアルミン。それ誰ですか？アルミン。アルミンね。あ、そうか。引いてない。あのね、引いてないやつが伝統止まるんですよ。お、止まった。スーパーレイ。全然ね、引いてられへん。ニャルラドーテプ。あ、強いやん。嬉しい、強い。あ、それ関係ない人。ミカさん来た。ミカさん来た。こっち。ミカさん来た。もう一人止まり。あー、ミカさん来ました。いやー。なんか、シャンオッサンも出てるな。すごい、なんか興奮したぞ。なんか知らんけど興奮したぞ。いやあ、ありがとうございます。橘さん、10連でミカサ？すごいな。一発でミカサ出ました。ありがとうございます。なんと、田島さん、ちょっと待ってください。なになに？押し玉も来ました。でかい、強い。それは熱い。どういうことあれは、星5が確定で絶対何か出るんですよ。おお、すごい。だからなんか絶対いいやつは何か出ます。それなんでそれをもらえたの？今ね、要は昨日引きまくった結果、50体、悪いやつを引くと出るんですよ。そう、たまったらね。何サラマンダ。サラマンダ。どこの調査兵団だ？どこの調査兵団だ？あ、そうか。パズドラオリジナルのキャラの S5 も引けちゃう。そう。モンストね。モンストですけどね。あ、モンストか。いや、もう。いや、ありがとうございました。いや、でも、僕でいいキャラはね、いいキャラ出ました。進撃の巨人は出なかったけど、進撃の巨人ではないけど、なるほど、全然分かんなかったけど面白いね。面白かったね。全然遅延がなくなったな今。あ、そうね、普通に聞けてる感じ。なくなったですね。もう全然そのツイキャスの画面を見てなかったです。まあね。はい、というわけで、もう田辺さくんがぼちぼち時間。あ、そうですね、そうですね、ごめんなさい。ごめんなさい、最後に付き合わされてしまう。ちょっとまた、フレンドコードを送るわ。ありがとうございます、ぜひぜひ。やりましょう。ありがとうございます、やりましょう。はい、じゃあすみません、皆さんありがとうございました。はいはい。大ちゃん、また来れたら来て。いつでも遊びに。またぜひ、お願いします。はい。ありがとうございます。楽しかったです。ご視聴皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。あ、じゃあさ、体質で。あ、わかりました。うん。ありがとうございます。大ちゃんそのままでツイキャスを言ってもらえたらってこと。はい。というわけで。あ、というわけで。そういうことか。3人に戻るよという。そういうことね。ツイキャスは終わらないってことね。ツイキャスがなんか安定したから終わろうかなと。まあまあいいか、もういいか、もういいかっていう言い方はあれやけど。次は主役の話聞きたいです。主役の話聞きたいです。あの次ね、来週だから、そのどっちなのかっていうね。そうね。話を。じゃあ来週ちょっと真面目な演劇の話を。声が水の中。あ、マジで？ふわふわになってる？イケボ2個くらい、イケボ2個残ってます。あ、イケボは来週また。イケボ参ります。今ちょっと確認した、もう消した。うん、なるほど。それでツイキャスが止まりましたね。え、何やって。あ、動いてる。え、あ、動いてるんやったらいいです。はい、俺のは止まってます。あら、マジか。止まってないよって。
レディーさんが。うん人それぞれね、環境が違う。まあ、受け手の環境が違いますからね、いろいろあるで。そうですね。来週は演技論。ちょっと演技論して。演技論というか、まあ、演劇論というか、まあ、演劇論というか。うん。まあ、演出論にもなるのかもしれないけど、もしかしたら。うん、誰か呼びます、ね、ゲスト迎えますか、誰か呼んでも面白いかもしれませんね。誰が面白いやろ、この3人やったら。いや、一平さん呼びたいんですけどね、一平さんが店あるから。そうそう、店がね、あるからね。うん、せやな、うん、誰かいますか。じゃあ菊池優太。ああ、なるほどね。うん。菊池くんありやな、うん。菊池くんのツイキャス終わったんですもんね、だってね。終わった？やめたってこと？あの、いや、二人で立花さんとやってる。ああ、そう、やってない。もう、ずいぶんと。またやろうねとは言ってる。くん、うん、呼んでほしいって連絡が来てる。連絡じゃねえや。コメントが来てる。連絡っていう言い方イエス・アイアムから一回離れてみませんかとは思ってますまあまあまあそう思うでしょ、うん、いや、早い、手っ取り早い、その空気感一気につかむっていうのは、うん、まあね、キクリンとかは早いなと思って。そうですね、うん、もしくは、まあ、まあだから、まあ、うん、またはでも、そうやな、その女性、まあ俺ら全員役者だからさ、うんうん、だからスタッフさん、スタッフさんとかね、例えば、菅さんいるんでしょ、菅さん。菅君見てるから。菅さんいるんでしょ、女性とか。女性もありやね。ああ、そうやな。女性もありやな。まあ、そうやな。香りね。香りさん。姉さんはちょっと今無理でしょうね。あ、そうだな。忙しい。姉さんめちゃくちゃ忙しいですよ。ああ。女性、誰やろう、誰かおるかな、女優さん。それこそ、まあ、共通ステラさんでもいいけど。あ、ステラちゃん。いいよ、全然。俺、でも全然喋れないですよ。あ、いや、だからもう、でもバイクの話からこう切り込んでいったら、バイクの話で終わりますよ、多分。なんでそんな、わかんない。バイクの話終わっちゃう。そこからなんか見つかるかもしれないじゃない。そうですよ。ハトカーちゃんとか呼びたいですけどね。あー。誰や。あ、ステラさんいいっすね。ずっと稽古してるから。ステラちゃん、うん、結構、好評でございますね。有本遥かとかですかね。あー、有本さん。うん、で、そうすれば、そのまま二郎さんがついてきますから。ついてきますけど。ついてくる。作家の意見も聞ける。ああ、ついてくんのか、それは絶対なのか。まあ、分からへんけど、まあいいか。ちなみに、有本姉さんとヒロシさんは面識はあるけど、共演とかしたことないし、あんまり深く喋ったことはないですよ。うん、あ、ステラちょっと畑違うんですよね。うん、そうだね。たちとヒロシさんってね、やっぱね。俺もでも、有本さん1回だけやから、すごい。あ、すごい敬語やで、うん、そうそう、敬語な感じ、うん、うん、俺もなんかちょっと変なところから。そうだね、なんか立花君も独自で動いてる感じ。そうそう、独自やから、うん、ステラちゃん結構あれですよ、盛り上がってますよ、コメント欄では。いや、お任せします。あ、ステラさんでもいいですけど、俺は多分口数は今日三分の一ぐらい。タメちゃんがちょっと失礼しちゃうからってこと。ないや。いや、全然普通に喋れますけど。あのノリも多分。あの僕。じゃあゲストで来てもらってるから。タメちゃんが喋りやすい女優さんでもいいよ。タメさん。タメちゃんが喋りやすい女優さん。ステラさんで全然大丈夫です。あのバイクの話多分結構盛り上がると思います。結構コアっぽいんで。コーナーとかで行ってる人っぽいんで。うん。うん、全然喋ると。お父さんとツーリングするらしいからね。すごいね、うん、嬉しいやろな、お父さん。ただまあ出てくれる前提で話してまあまあだから一回とりあえず、まあ、スケジュール確認してからですけどね。わ、うん、かりました。まあまあまあ、じゃあもう一人ぐらい上げときますか。まあそれ今上げる。まあいいか、また今度でいいや。また今度でいいだろ。今ポンって出てこないですもんね、女優さんって言われても、うん、女優さんね、なかなかね出てこないんだよね、意外とね。
な3人俺ら3人が話しやすい女優さんってなるとやっぱそれこそ姉さん香織姉さんとかは多分すごく喋りやすいんですけど、まあね、知ってるからな、ね、ただもう場を掌握されるけどな全部なね、うん、もう一回こっちでこっちから俺が勝手にちょっとログアウトさせるみたいなもうちょっとうるさいぞってミュートするみたいな流れになりそう、うん、そうやって言われると確かにそうだななんか、うん、いやみんなでいいなんか語弊があるよだからいい女優さんはめちゃくちゃいるけど気軽に話せる方はいないっていう感じなんですよねそう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 僕らまあだから、うん、まあ、うん、どうやろうな、まあ、ヨネとかは、うん、まあ、まあ、広瀬さんがね広瀬くんがあれやけどあ、まあ、かもしれんけど、ね、ほぼまあ面識ないけどね、うん、まあまあ全然そんな別に俺は全然かめへんよとかこれでも、うん、演劇論とかマジで芝居論とかをその来週それこそ喋るんやったらそれこそいやほんまに可能やったら千田さんとか生田さんとかに出てもらいたいっすあちょっと勉強したいの無理やけどあすいませんヒロさんすいませんいやいや全然いや俺は全然仮面で、ね、俺は全然仮面そんなん言い出したらあの2人無理ですねそんなん言い出したらそうそうF さんとフッコさんとかになってくるからおそうねヒロシ君やりにくてんじゃないやろけど、うん、分からへんけど大丈夫大丈夫ですよね、うん、まあまあいいかまあ、ね、まあ、まあ、確かにそ の, おいおい作演の人とかでも面白いスタッフさん、うん、そういったら別に男性でもまたちゃうやろし、うん、はいはいおいおいでまあステアちゃん一回声かけてみましょう、はい、というわけでお願いします今夜はこの辺でお別れしたいと思います、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございましたまた来週よろしくお願いしますというわけで、良い1週間をお過ごしくださいお過ごしくださいはーい